まずはユーナ救出だ。いいとこ見せてみろや。オッケー。どこに行くんですか。トタケ、ユーナを見先をだかさ。ご用か。いや、上だ。上にユーナ見つけたらしい。え、シーモはどこだ。え、どこ。聖ベベル宮、エボンの総本山よ。え、あれじゃマイカさんの家じゃん。おっさん、行ってくれ。分かってんのか小僧。え、ベベルの防衛網は半端じゃねえ。なんだよおっさん、ビビってんのか。行くしかないだろ。そこにユーナがいる。だったら助けに行く。そんだけっすよ。ティーナかっけえ。金のベベルがゲンホルメズソタヘニョフアミエ行くぞ。おー、大丈夫かティーナ。ベベルまではちょいと時間がかかる。その間に戦闘準備だろ。なんかティーナ変わったね。ちょっとガチ覚悟決まったわ。輪っかも決まったし男になった。ユーナが無事なのはいいけどよ。なんだよあの格好。いやね、なんかよくわかんない。花嫁衣装みたいね。え、などういうこと。え、シーモアってごめん、ちょっと言い方大胆だけど、え、やったよね。ちゃんとスバル、とどめ、え、死亡確認したよね。くそ、どうなってやがんだ。兄弟、え、そんなこと。あのシーモアは多分死者ね。え、おかしいわ。マイカ総老師はなぜ死者を放置しているの。死んでもなおユーナと結婚しようとしてるってこと。ひえー、悪霊退散、悪霊退散。払いに行くしかねえ。やばい、もう熱々です。引く手熱々です。フェチズムが溢れ出てるドレス。ユーナ、今行くぞ。茶番は終わりだ。おい、ゴリゴリ機械使ってるじゃん。見ろ。何？え、誰かオーバードライブするしかねえ、こんなん。え、やばい、囲まれたんだけど。
シーモン、お前マジ召喚召喚召喚。一番惜しいに背いてるじゃん。異界へ。花嫁を演じてまで私を異界へ送りたいと。成仏したまえ。強情な方だ。それでこそ我が花嫁にふさわしい。警部を。静まりたまえ。やめあ、マイカ。この者どもの命、惜しくはないのか。え、マイカ、お前、マジかよ。そちの選択が仲間の命運を決める。受け入れるか、見捨てるか。マイカ、お前そっち側。どちらを選ぶのだ。最低じゃん。俺たちはどうにかするから送れ。それで、何それでいい。おい、何進めてんだよ。進めな。そう。え、これ。汚ねえよな。消毒液で50回すごうぜ。今いろんな人が脳破壊を起こしてる。スバルももうちょい騒がしくないとさ、ちょっと脳破壊が進むからさ、もうちょっと騒がしくしてほしい。スバルさ、ジョジョでもそうなんだけどさ、ああいうのいっちゃんきついんだよね。昨日の窓まぎから結構ハードっすね。いや、やっぱシーモは一回殴った方がいいよな、あいつ。やっぱ許せねえよ。男の子の気持ちになっちゃったもん。歯全部抜いてやろうかと思ったもん。異界のシーモン。おい、シーモンからスパチャ来すぎだろ。どうなっ。おい、ここは異界じゃないぞ。チレ NG ワードに入れたろうかな、シーモン。あ、でもダメか、みんながシーモンって書けなくなっちゃう。